おはよう。よく眠れた？明けましておめでとう。え？なんで寝てる間に隣にいるのかって？まあ、そりゃ、君と一緒に新年迎えたいからさ。だから、来ちゃった。ダメだった？俺のこと、迷惑？そうだよね。嬉しいよね。もし迷惑とかって言ったら、君のこと許さないとこだった。そんなことないよね。ね、そうだよね。君の寝顔すっごく素敵だったよ。来年の年明けも一緒にいたいな。ダメ？いいでしょ。ねえ、いいって言って。ねえってば。何にも言わなくてもその表情を見ればわかるよ。ああ、それにしてもお腹空いちゃった。なんか食べ行く？どこも混んでるだろうけど、どこがいいかな。あ、それにほら、初詣とかさ、あちこち行けるところあるでしょ。どこがいい？ね。でも待って、あんまり人の多いところ行くと、君が他の男に目移りとかしたら、ちょっとやだな。君さ、油断してるとすぐ他の男のこと見るじゃん。ねえ、分かってる。僕がそれで普段どれだけ傷ついてるか分かってる。分かってるならいいよ。だからもうしないって約束してくれるよね。ね、約束するよね。よくできました。いいよ、分かってくれれば。それじゃあ、あんまりうだうだしててもしょうがないし、出かけよっか。寒い。あったかい格好していかないとね。あ、手つないでく？あったかいよ。耳まで寒くなってる。それじゃあ、今年も一年間よろしくね。ずっとずっと一緒だからね。